次の曲なんですけれども、はい、先ほどここでね紹介されていた手羽先サミット、皆さん見てました？手羽先サミットが6月2、3、4とね久屋大通公園で開催されます。私たちねこれの何だったかな、手羽先の、はい、なんだっけあれ、なんだっけ、なんかに3回出たことが、はい、境のなんかに、はい、そう出ました。あの手羽先の曲を作って、はい、それでなんかコンテストみたいなのがあって、 そうですね、それに3回出たんですよ。だから私たち、はい、手羽先の曲だけで3曲あるんですよ。はい、手羽先だってば、手羽先ルンバ、手羽先サンバ、ね、ミニアルバムができる、手羽先ライブができるぐらい手羽先の曲、そうね、一番思い出を残したメンバーでもあるグループでも、はい、でね、みんなさっきやってた手羽先覚えてますか？はい、はい、これをね使ういいチャンスです。はい、今から手羽先だってばをやりますよ。いきますよ。用意はいいかな？はい、お願いします。はい、真似してね。手羽先だってば。暴れといてなんですけれども、私たちのことを少しでもね覚えていただきたくて、今から自己紹介をしますよ。自己紹介しますよ。はい、しましょう。はい、はい、いきますよ。はい、皆さんは右手で4をお願いします。はい、右手で4ですよ。アラフォーのね、アラフォー、永遠のアラフォーだけど、ね、永遠のね、永遠の、はい、はい、詳しいことは言わない。はい、はい、はい、私たち永遠のアイドル、あ、永遠の、ごめんなさい、あのね、初めて来たよ、今年からね、はいはい、永遠変わったね、来たの、あ、変わりました、だから、はい、もうそろそろ覚えてください。ダメですよ、間違えたらね、こうやって、はい、はい、はい、皆さん、はい、ちょっと前の方忘れてください、はい、いきますよ、はい、私たち永遠のアラフォーアイドル、シャインフォーエバーです。シャーキー、ありがとうございます。はい、ではね、一人ずつの自己紹介もあるので、ぜひ聞いて、はい、メンバーのこともちょっと覚えてくださいね。はい、私から言っていい？どうぞ。はい私はお気楽担当のチェリーって言うんですけど、チェリーですって言ったらね、みんなで右斜め上にお気楽ピョンって飛びますよ、ね、知らない人も一緒にやってね。1年365日いつでもお気楽なチェリーです。ピョーン、やったー、やったー、やったー、みんなやってくれた、ありがとう。はい、じゃあ、私が
かわいいお姉さん担当のエリーなんですけれども、エリーがかわいいかわいいって言ったら超かわいいって言ってください。お願いします。心ゆるゆるハオです。私が心って言ったらみんなゆるゆるって言ってくださいね。いきますよ。心ゆるゆるハオです。お願いします。はい、最後ですよ、私は食いしん坊のアンジュと言います。なので最後にもぐもぐと一緒に言ってください。食いしん坊のアンジュです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はね、私たちグループ全部で9人いるんですけど、今日はね、その中の4人のメンバーがこのね、金山にお邪魔させていただきました。今日 ね、さっき行ったよね。行ったよね。すごい素敵なお店いっぱいだよね。はい、紹介したいんですけどね、うん、全部ね。じゃあ行きましょう。紹介しましょう。はい、はい、じゃあエリーから紹介します。エリーは、何でしたっけこれ。山口あとつい忘れちゃう。ガマ口が大好きで、ガマ口のバッグも持ってるんですけども、ガマ口の、ね、お店があるんですが、沖縄から今日いらっしゃったんですよ。本当に可愛いね、あのガマ口のバッグがいっぱい大中小とあるので、よかったら見ていってくださいね。お願いします。私はさっきずっとお店見てきて、畳の縁、へりで作った髪飾り、めちゃ一目惚れして買ってきたんですけど、めちゃくちゃ可愛いのいっぱいあるんで、一回見てみてください。お願いします。はい、私すごい、私たちにぴったりなお店見つけちゃった。推し活グッズって知ってますか。推し活グッズが売ってるお店があるんですよ。よくね、アイドルさんのところにうちわ持ってわーって応援するでしょ。そのうちわのケース、ね、ビニールコーティングしてあって、周りにリボンがついてて、なんかね、汚れないようになってんの。あと写真立てみたいなのもあったし、ケースもあったし、もう私たちもそうやって応援されたいもんね。ですね、本当におねだり、おねだり。いや、ちょっとね、推し活ももちろん気になりますし ね、はい、なんかいいですか。どうぞ。いっぱいあるんですよ。あの派手なね、あのお花柄のところはすごいね、カチューシャみたいな、あのワイヤーが入ってて動けるやつと、その手前が七味屋さんで、その隣が占い屋さんで、で向こうがね、一番向こうはブルーベリー屋さんなんですよね。ほらほらほら、ごめんなさい、食いしん坊だから欲張りで、はい、とにかくゆっくり見ていってください。はい、はい、ね、みんなも楽しんでいってください。そして次の曲ですけど、はい、アンジュ紹介してもらえますか。はい、ですね、私たちシャインフォーエバーはですね、ちょっと今一人になっちゃいましたけど、全国のアラフォーアイドルが結集して、アラフォーアイドル輝きプロジェクトっていう名前の、通称ホテプロっていうグループで、まず、一人アンジュが参加させていただいております。そこでの、ツンクさんが作ってくださった曲をですね、今からあの日本を元気にということで、歌詞がとても素敵なので、はい、皆さんと一緒に盛り上がりたいと思います。はい、古くはシャランキューのツンクさん、そうですね、ツンクさんが作ってくださった歌詞なので、ね、そうですね、はい、で、はい、歌ってる時に、そうです、ね、皆さん聴いてるだけじゃダメなんですよ、この曲。私たちがこうやってピースを出した時には同じようにね、2回目に出した時はフーっていうことになってますので、どうぞよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。掛け声かけるんでやってくださいね。はい、